んにちは、しゅんです。今回はブンデスリーガ第4戦ということなんで、今会場に向かってます。3時間ぐらいかかってね、すっごい長かったです。今会場入りですね。で今回ね、このちびっこ用のブンデスリーグ、ヤングブンデスリーグっていうのがあって、それを午前中にした後に、大人のブンデスリーグが始まります。はい、ということでウォーミングアップが始まりました。で今回の大会は VSTG セア戦になります。で今回の相手ね、アップを見ててもあれ普通に上手だなっていう選手がすごく多くいました。で今回の大会も種目別ポイントを狙っての大会になってきます。まあこっちの勝ち目はもうほぼないねといった感じですね。で今回は相手のホームになってくるので、こっちの選手が先に紹介されて、その後相手チームが来るって感じですね。で今回エスカ4の助っ人選手はコートニー選手になってます。まあ、ずっとね大会続きでちょっとね当て気味で端っこの方で寝てました。大丈夫かなって感じですよね。そして相手の助っ人選手がジョー・フレッシュアー選手ですね。もうイギリスのエースです。なんで今回はイギリス VS イギリスですね。はい、ということで床になってます。なんとね今回アンドレアス、自分と一緒に教えてるアンドレアスが試合に出ることになりました。で注目してもらいたいのが、実はアンドレアス床の投資してないです。もうこの日まで試合出るっていうのが全然知らなかったっていう感じですね。しかもアンドレアス肩怪我してて、コーチングする前にちょっと自分とアンドレアスで1時間ぐらい動いてるんですけど、もうずっと肩のリハビリですね。手術したばっかりなので今回の、一番最初ダブル中してましたけど、それも信じられないんですけど、ここですね、俺神秘できるんかな、肩やばいんだけどって言ってました。そんなアンドレアスの演技です。もうこことかハラハラですよね。っていうか肩大丈夫みたいな。で2週間前ぐらいも後ろの1回半やって、あ肩痛いっつって1週間ぐらい肩使えなかったんですよね。そんなアンドレアス大丈夫か。はい、いやまさかミスなしで簡単ですけどやってきました。はい、でこれはジョー・フレッシャー選手のあん馬です。でジョー選手ねアップとかね、もうずっと器具の上でずっと喋ってるんですよね。調子どうみたいな感じで、いやアップしろよみたいな。ですごいフランクな人でした。でアップ自体も全然ちゃんとやらなくて、ずっと手抜いてやってるみたいな感じでしたね。なんでアップだけ見たら「大丈夫あん馬通る?」みたいな感じやったんですけど、しっかりやってきてます。やっぱそこの切り替えがすごいなっていう感じですよね。こういうとこでも全然失敗しないっていうのがやっぱ強さなんだなって感じです。こことかもすごいですよね。はい、いやーいいですね。で今回相手チームの選手でこの選手ですよね。アイヒホーン選手っていうんですけど、なんとこの選手36歳です。36歳でまだプロでやってんのっていう感じですよね。しかも36歳だからそこそこの演技かなって思ったら、すごかったんで、もうこれは取るしかないなっていうんで取ってきました。まずここですね。このひねりの最初、そこで1回ひねってくるっていうところからのブスなり、いやすごい。でここからのシュピンですよね。いや36歳だと思えない。こういう選手がたくさん海外いるんで、なんかもうまだまだ年取ったなんて言えないですよね。あーちょっとここで失敗しちゃいました。でもやっぱりこのアイホーン選手、このチームにもう長いことずっといるので、こういった感じでね失敗してももうみんなで応援してくれます。しかもこのアイヒホーン選手何がすごいって、チームメイトがアップしてる時にコーチングしてるんですよね。なんでこの選手コーチと、選手両方やってるっていう人になってます。いやーもうほんと世界は広いですね。はい、倒立折りです。でここお気に入りですね。最初ひねってから着地です。よかったです。はい、で次はダニエルです。ここはもうあれですね、皆さんもうずっと見ている方ならわかると思いますけど、倒立折りちゃんとできるかなのコーナーになってます。で今回ダニエルだけじゃないんですけど、エスカ4全体ですねがすごいバテ気味です。っていうのも、まずこの大会に来るまで車で4時間かかってます。でしかも来てその日に大会をするっていうことで、もう結構ねみんな調子が悪かったですね。はい、でここが通り取りです。いけるか。はい、こっちから見えないんですけどギリギリ蹴ってないです。ちょっと止まっちゃいましたけどね。でも良くなってきてます。はい、でついにねエスカ4の釣り輪を見せることができます。釣り輪が一番エスカ4得意でいつも種目別ポイント取ってます。なんでね、まあ、こっからが本番っていった感じですよね。でこのアーター選手が、13.6 ぐらい釣り輪で取ってきます。でいつもこのアーター選手とあとは、コートニー選手の2人でしっかりポイントを取って、釣り輪で勝利をするっていうのが、はい、もういつもの勝ちパターンですね。なんでここしっかり倒立の決めをしっかりやってもらってポイントをゲットしたいところです。いいですね、やっぱ強いですね。アーター選手22歳ぐらいなんですけど、もうパワーがありすぎて床とかやっちゃうと全部ラインオーバーしちゃうんですよね。もうコントロールができなさすぎて。でも釣り輪はしっかりね、そのパワーをいい感じに使えているので本当に得意な種目になってくると思います。でいつもだいたいここのスイングからの倒立で、肘が曲がってしまうんですけどしっかりできるか、ここですね。はい、いつもより良かったですね。であとは着地です。着地、はい、しっかり決めてきました。良かったです。でこれがコートニー選手ですね。最初は、後転中水平をやりました。でなんでそこ取れなかったかっていうと自分が上に上げてたからなんですよね。でコートニー選手序盤の方でも言ったんですけど、もうずっとヨーロッパで大会が続いてて、この1週間前の、ワールドカップで釣りは優勝してます。でもね会場入りした時にもうバテすぎても昼寝してましたね。もうちょっとやばいって言ってました。なんでチームメートからしたら今すっごい応援してるんですけど、頼むから最後まで持ってくれって言った感じですね。しかもこの釣りはすごい重要になってくるので、ここの倒立、そしてあとは着地です。しっかり最後までいけるか。頑張れ。はい、決めてきました。よかったです。はい、ですっごい見づらいんですけど5対8ということでギリギリエスカ4釣り屋で種目別ポイント2ポイントゲットしました。もうこのために来たようなもんだったんでね、良かったです。はい、そして跳馬バテてるコートニー選手、頼むから立ってくれ。ああ、余裕ですね。やっぱり本番しっかりやってきます。そしてジョー選手です。イギリス VS イギリスですね。そしてアップの時はねドリックス背落ちしてました。大丈夫って、もはや心配が勝つんですけどしっかりやってくるのかどうか。しっかりやってくるんですよね。すごいです。はい、であとは鉄棒ですね。ジョー選手の鉄棒を見て今回の動画を終わりしようかなって思います。で今回の大会の、様子なんですけど、とりあえず釣り輪で種目別ポイントが取れたっていうところですね。他のね種目別ポイントは全然取れてないです。明らかに実力差がね、すごいありました。おかしいな。はい、いいですね。なんでね今回はちょっとこういった感じで相手のすごい選手を中心に取ろうかなと思ってます。であとはですね、このいつもだいたい釣りは鉄棒あたりで種目別ポイントが取れるので、ここでしっかり種目別ポイントが取れるかどうかっていったところになってきますね。はい、シュタルダーです。そして最後、はい、しっかり決めてきましたね。ジョー選手でした。ということで鉄棒はこういった感じになりました。まさかの同点でね種目別ポイントを1ポイントゲットです。ということで釣り輪と鉄棒のポイントを合わせて種目別ポイント3ポイントゲットしました。はい、ということでね、今回の大会こういった感じで終わりました。でブンデスリーグ今回は4試合やって、でこの試合の後にね 3,4 ヶ月ぐらい空きます。で今年の11月に3連続で試合をやって、それでね順位を決めるっていった感じになってます。なのでここからね 3,4 ヶ月ちょっとお休みになっちゃいます。それまでにしっかりねまた体調を整えていい形で次のシーズンに迎えればなと思います。そしてねこの閉会式をしている時にものすごいニュースが飛び込みました。これですね。これは何かっていうと、この左側の STTV シンゲンっていうチームがあるんですけど、このチームが唯一エスカ4が勝てるんじゃないかって言っているチームですね。しかしこのチームが他のチームに勝ってしまうと、たとえエスカ4がこのチームに勝ったとしても向こうのチームより順位を上に行くことが難しくなってしまいます。しかしこの最弱のチームがすごい強いこの KTV っていうブレット・シュナイダー選手であったりニューエン選手がいる選手と同点になってます。でこれが今鉄棒の2人目が終わったところですね。で同点になっているっていうニュースを聞いて、もうみんな閉会式してる場合じゃねえじゃんっていうことになりました。そして、このシーズン明け11月の一番最初の試合、この信玄との戦いになってきます。なのでね、ここにどれだけ合わせられるか、この大会で負けたらおそらく2部落ちが決定すると思います。で最終的にはね、ちゃんとブレット・シュナイダー選手のチームが勝ってくれたので、まだまだ望みはあります。とりあえずこの信玄のチームをしっかり倒すのを目標で、また4ヶ月後ぐらいに動画出せればなって思ってます。はい、それでは最後まで見てくれてありがとうございました。See you!